こんにちは星唄です今日も動画を見ていただきありがとうございます。え今日はですね、えー、僕音楽活動のライブでめちゃくちゃ使おうと思っております。やばい機材をこの度導入しましたんで、えー、開封と、えー、その使用目的ですね。あるんですよ。やばい使用用途がありまして、そのために導入したんですけれども、その話をさせていただきます。えー、そしてあの今後の僕のこのチャンネル、YouTube 活動についても、 えちょっと思うところがありまして今後こういうことやっていこうかなっていう話も最後の方でできたらなと思っておりますがとりあえずその機材がここに今届いた直後でしてぶち上がっているのでそれを開封してザクザクザクっと見たり喋ったりしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いしますやばいですさあというわけでですねえこの動画ではその機材の開封と いろいろ見たりして、あとはですね、ざっくり何ができるのかあ説明したいと思います。その機能説明。その上で、僕がどういう目的で、えー、購入したのか、どういうことに使おうと思ってるのかって話までいきたいと思っております。はい。その詳しいこの機能、機材の機能のみを扱う動画というよりは、そういう概念というか、こういうのを使うとこういうことができるってことを最近知って、やばいからとりあえず導入したっていう、 動画になると思いますんでこの機材に特化した詳しい実際の使い方の動画とかは、まあ、また後日別で作ろうかなと思っておりますよろしくお願いしますなのでテンションが高いミュージシャンのラジオだと思って聞いてもらえたら嬉しいと思いますよろしくお願いしますでかいでかいですねわおわおわおいやーちょっと久しぶりにこういうバカでかい機材買いましたねじゃあ開封しますね嬉しいですねさあ開封の儀 <laughs> 嬉しいねーうわーあーうわーきた緩衝材いっぱいあるうわちょっとかなり長でかい箱に入って登場しましたはいどうも、えー、今回こちらですね今回僕が導入した機材サウンドクラフトというメーカーのですね UI16 というデジタルミキサーですこんなようなものです 導入しましまたいやー、すごいわ。すごいわ。ちょっと想像よりだいぶでかいな。大丈夫かよし。ちょっと開けていきます。はい。開けまして。うん、オッ,オッケー。想定通りぐらいの。結局、想定通りぐらいのサイズだぞ。よし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 。本体案外ちっちゃい。すごい厳重な梱包とパッケージで届いちゃいましたね。まあまあ。まあ、それ相応の相当精密な機械だと思うんで。 箱には去ってもらいました。さあ、本体だ。来た来た来た。最終的には、こう、ビニールの黒に入ってるっていうやつで。じゃあ、これ、これより開封の儀取り行います。オープンザ・ビニール。ああ、ああ、いった。ああ、ちょっとこう丸くなってんのね。へえ。開きました。はい、ドン。来ました。サウンドクラフト。 UI16。これですね。ついに来てしまいました。でかいですね。来ましたね。はい。あ、こんな感じ。奥行き。ああの奥行きはね、あんまないんですよね。うんうんうん。で、サイドにはそれぞれ各種ポート。こっち側は電源と。で、背面のパネルはなくて、床置き、自置きも可能と。うん。 なんで立てて使ってもいいし寝かせて使ってもいいとそういう機材なんでしょうかなんか Wi-Fi のマークがついてたりアンテナがあったりいろんな端子がありまったってアウトプットがいっぱいあるしインプットもいっぱいあるということでなかなかなでんなんそれというような雰囲気の機材ですけれどもこれをですね購入しましてちょっと 僕が使いたい目的通りに多分これできる使えると思うんですけどかなり新たなえ世界に僕はいけるんじゃないかなと思ってめっちゃワクワクしてますはいで,ですがま,あまずこれが何なのかという話を軽くさせていただきますと音をですねまとめて出すっていうやつですはい ミキサーってやつですね。はい。それの、まあ、デジタルコントロール版という感じですね。ミキサーって何という方もいると思うんで、ちょっとミキサー持ってきますね。なんかイメージしやすいと思うので、ちょっと待っててください。はい。持ってきました。これ見てください。はい。なんか、これ見たことありますよね。皆さん。なんかこれがミキサーっていう、っていうなイメージなんか湧きますよね。 はい。これあの、ご、これはですね、マッキーのミックス5っていうですね、5チャンネルのコンパクトミキサーでして、えー、インプットするとことアウトプットするところがあるんですけど、うん、まあ、1と、2、3ステレオ、4、5ステレオっていう5、5個の入力端子がありまして、ここに例えば、まあ、自分の声、ギター,、えー、リズムとかを入れるんですよ。それで好きな音量と、 えー、EQ とパンとか調整しまして、えー、フォンのところからイ,イヤフォンを突っ込んで自分の耳に聞いたりとか、アウトしたり、アウトでどっかのとこにスピーカーに出して音を出したりするっていうやつです。はい。そんなことをミキサーって言いますね。はい、まあ。ものすごく当たり前のことなんですけど、そのミキサー。それのデジタルでいろいろ制御するでっけえやつっていう感じです。はい。どうでしょうか伝わりましたでしょうかはい。 これ、改めて正式名称を僕ちゃんと言いましょうか。えー、サウンドクラフト UI16Wi-Fi コントロールデジタルミキサー16チャンネルというやつを購入しました。はい、このサウンドクラフトの UI シリーズっていうのが、えー、12と16と24ってあるんですけど、僕はその真ん中のやつですね、はい、16を購入しました。はい、で、これあのかなり多機能でいろんなことができて、その中 いろんなことができる中の1つのライン、こういうのもできますっていう部分が、今回僕がですね、使いたい、こういう模擬的で使える機能、機材ないんかいって探してたのと、超ベストマッチしたんで、これ購入したんですけど、基本的にはまあミキサーです。で、これですね、調整が iPhone とか、Android とかのスマホとか、タブレット、iPad とか、そういうものでいろいろするので、 この本体はですね、このできることに対して、本体のサイズがちっちゃいんです。はいなんで、まあここの、つまみとかないじゃないですか、ほとんど。この3つだけ、ボリュームだけをいじるチャンネルしかない、とかつまみが。こんなちっちゃい、おこんなちっちゃい、割とハンディーなミキサーだったとしても、こんないろいろつまみあるんですよね、はい、ボタンとか。 その場でコントロールできるいろいろがあるのにもかかわらずこんなにでっかいいろんなことをコントロールできそうなミキサーにつまみとかがフェーダーがないって変じゃないですかでそのつまみとかフェーダーとかは、えー、ああの iPad とか iPhone とか Android スマホ Android 端末とかパソコンとかでですねこのこいつが w i f i のアクセスポイントになっているのでそこからあのインターネットでつないでですね 操作するというやつみたいです。はい、なので、まあ、コンパクトなボディができたし、まあ、物質的にはそんな値段も高くないという、できる機能とポテンシャルにの割には値段が安いというのを実現できたやつみたいです。はいはい、ですが、まあ、ざっくり何をする機械なのかというと、ミキサーです。はい、ここ、インプットが12ありまして、12と、あとここ、オグジュアリー、RCA で1、2あるので、まあ、これ2と、あと、このメディアも、 USB メモリーをブスッと挿したら、ここから曲を流したりできるので、その1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16ということで、えー、UI16 という16インプットができるミキサーです。で、アウトプットはメインのアウト。重 <laughs> もこれ <laughs>、えー、これが、えー、XLR、いわゆるキャノンですね。XLR の2つと同じ音が TRS のフォンからも出せる。はい、で、それをお弾くための。 えー、イヤフォンジャック、ヘッドフォンジャックもあると。はい、で、上にはオグジュアリーアウト。さらにプラス別で別の音をアウトできるっていうのが XLR で4つついていると。はい。こういう機能ですよね。はい。で、かつ、これはあの、レキシコンとかデジテックとか BDX っていう他の機材のメーカーのロゴも入っているようにですね、こういった各社の、えー、リバーブとか、 えー、ギターのアンプシュミュレーターとかがなぜか搭載されててそれらもこの刺した音に対してエフェクトをかけたりコントロールすることができるという激ヤバ Hi-Fi デジタルミキサーとなっております。はい、でですねあの通常の動画ですとあのこれを早速あのいろんな楽器をつないでみてそのアプリを立ち上げてこのコントロールをすぐできるんですよとか 実際お友、あ、本当だ、みたいなことをやるのがセオリーなのかなと思うんですけれども、今回はですね、あのそこまでちょっと至れないと言いますか、あのー、なんで今回僕がこの機材、はい、サウンドクラフト UI16 を導入したのかという、そこのことをいっぱい喋ろうかなと思います。 はい、それをしゃべるだけで多分動画1本の時間は余裕でいっちゃうと思うしあの1つの動画でその話もして実際いろいろ接続してっていうところまでいけないなと思ったのでちょっと今日はあのこれ届いた直後なんでとにかく僕開けて見てみたかったっていうのとこの話をですね今のうちにしておきたかったっていうのがあるので一旦これを動画に撮ろうと思いますが、まあ、まずまあ見ていただいてどんな製品なのかっていうのを実物を見て開封して。 な、大体これどういうものなのっていう最低限の機能障害だけしました。はい。なので、まあ、これの使い方をもっと詳しく教えてくれと。そういう動画だと思って再生したのにという方はですね、ちょっと今後そういう動画僕作るので、作るし作っていこうかなって今最近僕思ってるんで、今後のためにチャンネル登録とかしておいていただければめっちゃ嬉しいです。今日はですね、この動画では僕がこの機材を導入した理由とか、 その利用用途というか、その辺について喋ろうと思います。はい、それが僕は、えー、バンド活動をもう10年以上音楽活動をやってるんですけど、その用途っていうものがこの世の中に存在していること、そういう用途をで。 使っってててていいいいライブををやるるバンドとととかアーティストが存在ししんんだということを知りませんでした、はい、でその知ったことが僕かなり衝撃的で、えー、知ってからですね1週間ぐらいはそのこと以外のことをほぼ考えることができませんでしたそれぐらい衝撃的な出来事がありまして1週間後にはもう僕その機材を買っちゃって自分もそれを導入するに至るということになっております なので、まあ、バンドやってる皆さんとかあのステージでねパフォーマンスするミュージシャンみんながこのことを、うん、知っててもいいんじゃないかなと思ったので一旦僕ができる発信をしようと思っております僕はこれをですねあのライブ僕まあ結構ライブもやるんですけど、うん、ライブでモニター用のミキサーとして使おうかなと思いまして導入しましたはい まあその時点でピンと来る方はいいんですけど、どうですかね。ピンとこない方の方が多分多いと思いますので、え一旦、あの、僕のチャンネル見てくれてるあのリスナーの皆さんとか、はい、にもわかるように、一旦そのモニター用のモニターで何画面パソコンの画面とか思った方もいると思う感じかと思うので、そんな方々にもわかるぐらいの解像度で、 一旦ちょっとそもそもモニターって何みたいなところまでちょっと喋ろうかなと思います。自分の状況整理というか頭の中の整理も含めておしゃべりしようと思っております。はい。ですが僕はまあとにかくこれをライブで使おうと思っててそれを僕はこれステージにこれを置きまして、えー、ここからですね音を拾って、えー、自分が出してる音をモニタリングするものとして導入しようと思っそれで使おうと思って導入しました。 さあで具体的なやり方とか細かいところちょっとずつ話していこうと思うんですけど、えー、具体的にどういうふうに使うかといいますと、えー、僕らが演奏する音ありますね、えー、今回は僕は僕のソロのバンドのウォズニアックのライブからまずはこれを使っていこうかなと今思っているんで、まあ、そのウォズニアックの今のバンドのスタイル で、例えて、例えながら進むといいかなと思うので話していこうと思います。僕はライブではドラム叩いてまして、えー、あとパソコンも操作してて、そこから動機の音とか出したりしてます。で、サポートミュージシャンでギタリストを呼んでまして、えー、そのギタリストにはギターを弾いてもらってると。生ギター。なんで生演奏はエレキギターと僕ドラム。はいあ,まあ、あとは、えー、パソコンからいろんなベースとかシンセとかクリックとか動機ものを流して演奏しているという状態なんですけど、 どういうことをこれでやろうかと考えているかと言いますと僕らが演奏する音をですねあの基本的にライブやるときはライブハウスにいるたり専属で呼んだりいろいろまちまちなんですけど PA さんといういわゆる音響さんがいらっしゃるわけなんですけど音響さんにですね送ってるんですね音をはい LINE で送ったりとかえマイクで拾った音を送ったりとかとにかくライブハウスの PA 卓にで制御するように PA さんに PA 宅に送ってるんですけどその送っている音とは別でもう一組音を作りましててかケーブルで音を出せるような状態を自分らで作りましてそのケーブルをこのミキサーにインプットしていくということをしますはいでこの UI16 の中でも全部の楽器の音 が鳴るようにしまして、えー、バランスをとります。で、その音を、えー、僕とサポートメンバー全員にここのアウトメイン2個オグジュアリー1234ここもオグジュアリーに設定変えればできるので56なので12345678最大8つのアウトプットを作れるのでこの8つのアウトプットを駆使しまして メンバー全員にこの中で整えた音を送ります。で、えー、そのメンバーは、えー、自分が持っているイヤモニイヤモニターとミキサーに送られてくるんで、まあ、ミキサーに送られてくるんですよ。あのメンバー、僕の、ウォズニアックのライブやるメンバーは全員手元にこういうミキサーを持ってるんですね。で、ここにこの UI16 から送られてきた音が入るようにして。 で、そこで音量調節だけできるようにしておきます。はい。で、この UI16 はスマホとかタブレットを最大10台同時に接続できるんですね。うん。なので、えー、こうやって。なので、まあ、メンバー、まあ、僕も含めてメンバーの手元にはこういう機材が2個並ぶんですね。ミキサーとスマホ。はい。これが並んで、ミキサーでは大元の音量をかか決めます。ていうか、その音が来て、 イヤフォンアウトができるような状態のためにこれを用意すると。はい、で、えー、具体的な音のバランスを、このご自身のスマホとかの画面で、こことリンクさせて、で、自分が聞きたい音を上げたり下げたりして、調整するというようなことをします。そのための要になるアイテムとして、今回僕はこいつを導入しまして。 はいボズニアックのライブではステージの、まあ、僕の近くになると思うんですけど僕の近くにこれをボンって置いてありまして、はい、あのライブハウスの PA さんたちに送るドラムの音とかギターの音とか、えー、パソコンから行く同期の音とかそれは行くんですよ今後も PA 宅に送るんですけどそれと全く同じ音をもう一回線。 セットで作りましてそれをこいつらにぶち込みましてそこから音を出力したのが僕らがイヤーモニターでモニタリングしながら演奏するということが今後起こりますそのためにちょっと入力とか出力とかの回,回線数が結構多めの で、かつ、それぞれのメンバーが、それぞれの手元で、スマホのアプリをここで立ち上げて、操作できるっていう機能を持ったデジタルミキサーを導入する必要がありましたんで、めっちゃいろんな種類のデジタルミキサーを探しまくった結果、サウンドクラフト UI16 が、今の僕にとってはジャストなんじゃないかなと思って、導入に至ったということであります。これです。ああ僕はですね、今後のライブでは、えー、外音は、 PA さんにお願いするんですけど、モニタリングする音、いわゆる中音とか返しとかっていうんですけど、それに関してはもうお店の PA さん結構です。あの、やらなくていいです。僕ら勝手に自分らで宅持ち込んでやるんで、外音だけ集中して作ってください。お願いします。というスタイルにこれからはなる予定です。はい。めっちゃ楽しいんですよ。これが楽しみなんですよ。はい。でですね、あの、そもそもモニターとか、 返しとか仲音って何という方もきっといると思うのでそんな方々のために今の部分を超ざっくりですけどそもそものそもそも論というかゼロの部分を話してておおこうと思っております僕らってライブをステージ上で演奏しますよね演奏してます例えば僕だったらドラム叩いたりとかダルジャブだったら歌ったりとかシンセ弾いたりしてるんですけどあの音がえー PA タ卓を通って、PA タでコントロールされて、えー、ライブハウスにあるスピーカーからボーンって出てるわけじゃないですか。うん。その音って、僕ら、ステージにいる僕らって聞こえないんですね、そのスピーカーからは。なんで、ステージ上って意外と音、小さい、音聞こえないですよ、何にも。はい。で、僕だったら、ドラムの音はめっちゃ聞こえるんですよね、ドラム叩いてるんで。なんですけど、サポートメンバーが弾いてるギターの音って全く聞こえないんですよ。 あのアンプを今のボズ s n y って使ってないんで、LINE で、えー、タクまで出力しちゃってるんで、アンプ、スピーカーとかからバンバンバンって鳴ってる音が存在していないので、ステージ上の音めっちゃちっちゃいんですね。なので、そのまんま気にせず演奏しちゃうと、自分が出してるドラムの音しか聞こえないんで、メンバーとの音が合わないんですね。あと、最近動機も使ってるんで、えー ポッみたいなクリックとかそれに合わせて鳴ってるシンセの音とかベースの音とかそのいわゆる動機の音が何にも聞こえないんで100%終わった <laughs> クソライブをやっちゃうんですねこのままやっちゃうと、うん、なので、えー、ベースの音をいっぱい聞きたいとかサポートメンバーがやってるギターの音を聞きたいとかっていう風に、えー、モニタリング音を自分に返して自分が聞きたい音を 聞きながら演奏してるんですねそうすると結構正確に演奏できるというかそこでまあ自分が演奏しやすい音を耳とかスピーカーからモニタリングすることでいい演奏ができるというような感じがありますはいで今回はそれに特化している機材を買ったって感じですはいなのでこれを買ったからってここから皆さんのお耳に何かの音を出すとか新しい種類の音が鳴るキーボードを買ったんですとかそういうことじゃないです音の エフェクターを買ったんですとかじゃなくて僕らが安定してライブをするために自分自身で聴いてる音を制御するための機械を買ったっていうのが今回の僕の第三剤です他にもいろんな用途でこれ使えるんですけど主な用途今回僕がわざわざこれを買った理由っていうのはそういうことですそんな感じでした中音とかモニターとか返しとかって言うんですけどざっくりそういうことを僕らはステージ上で、えー、ライブをやりながらやってて、えー、その説明でした はい、でスピーカーを置いてもらってそこから聞くっていうパターンもあるんですけど僕らはですね最近はあのクリックの音とかもあるんでそのピッポポッポってあんま外で聞とか,に聞かすわけにいかないじゃないですかなのでそういうものも自分の耳にジャストで入れたいので、えー、ミキサーからあーイヤーモニに直接聞いてるという感じでやってます、はい、これがまずモニターとか中音返しっていうことについての説明でした はい。話戻りまして、これをですね、自分で今回は作り出すという作戦に出るわけなんですけど、ていうか、あの、モニターの音を自力で作るなんて発想、僕はなかったんですよ。<laughs> そもそも。はい。それができるっていう、その機材とか、そういうことをやってる人がいるっていう概念を全く知りませんで、 それの衝撃がかなりでかいんですよね。なんかね、海外の結構ツアーが多いバンドでは結構増えてきているスタイルらしいんですよ。こういうふうにデジタルミキサーを自分らで持ち込んで、え自分らでもうミモニタリングはしちゃうという、そういうスタイルのバンド。海外では増えてるっぽくて、で、まさにそういうような動きをしている。 バンドの友達がいましてその友達と機材の話をしてる時になんかその相手はふんわりなんかそのこういう言葉を出したんですけど僕はそこの部分があんまり理解できなくて質問したら「まあ、そういうスタイルがあるんだ」と「で、えー、自分のバンドはそういうことをやってるんだけど」みたいな話をされてマジでとそこでかなり衝撃でした、うん、モニターの音って自分で作るんだみたいななんかモニター専用の PA さんを雇ってるバンドとかもいるんですよね うん、あとは、まあ、メインの PA さんもいつも専属の人を呼んでるとかそういうことをしてる時もありましたしそういうことがあることは分かるんですけどそういう人を雇うとかじゃなくて機材を一個バーンと持ち込んで、えー、無理やりこの中音用の音も全部自分で作って自分モニターするっていう発想はマジでなかったんでめちゃくちゃ衝撃でしてそれを知ってから1週間ぐらいそのことをめっちゃ考えて調べに調べに調べに調べて納得した上で僕はこれを導入しました。 はいあのねモニターの音ってね自分でライブで限られた時間の中で作るのって結構大変なんですねでもその音を正しくモニタリングすることで、えー、かっこいい演奏っていうかあの精密な演奏ができるんでこのモニターの音を環境を作るのってめっちゃ重要なんですよめっちゃ重要なんですけどそれに対してええー 環境がいつも違うんですよね。まあ PA さんもお店によって違うし、箱によっての環境違いますよね。音の鳴りとかも置いてある機材とかもちょこちょこ違うんでえ、限られた時間でその中音を納得いくところまで作り込むって結構難しいんですよ。なんですが、こういうものを持ち込んで自分らで中音を作り込むことで、中音モニタリング環境、返しの環境、音がいつでも一緒になるという。 そして本番中とかにとかリハーサル中とかにちょっと変えたいなってなった時にそれを自分の手元にあるミキサーで自由自在に操作できるとこれってかなり革命的だと僕思ったんですよねまあ僕はめっちゃ今更なのかもしれないですけどその友達からしてみたらそれを知ったのめっちゃ最近なんでこれすごいなということで時間と手間とかあとはストレスとかめっちゃ減るんですよ PA さんにですねだいたいリハーサルの時にドラムの音をもうちょっとくださいといっぱい返してくださいって頼んだりとか僕の声をもっとくださいとかあのベーシストのベースの音をもっと下げてくださいとかすごいいろいろね上げてください下げてくださいをすごい頼んでその都度ちょっと変えてくれてこれでどうですかっていうのをいっぱいやるんですよリハーサルでそれで音を作っていくっていうのが、えー、ライブをやる前に僕らがリハーサル中にやってることなんですけど それのですねあの、負担がめっちゃ減るんですよね、うんあの P。同じ PA さんじゃないんで、いつも僕の場合は。うん、PA さんによって、えー、声を上げてくださいって言った時に、それが1上げる人と10上げる人で、人によってその上げるっていうニュアンス違うじゃないですか。 3で仕上げてくださいとか言えばいいんですけどまあまあそういうもんでもないっちゃないんでちょっと下げてくださいとか頼む時にそのちょっとっていうのが人によってめっちゃ違うのであちょっとってこんなにこんなに下げられちゃったかとかそういう差が出ちゃうんですよそういうことがなくなるというのがめちゃくちゃ僕の中では革命的だと思っておりますうん。なんでえー、時間と手間とストレスはめちゃくちゃ減るんです。 はい、でこれに対して演奏,演奏のクオリティはめっちゃ向上すすると思います、はい、さっきは何回も言ってますけどモニタリングをうまく取れるかどうかで演奏のクオリティってめっちゃ変わると思うんですよ。うん、でそのモニタリングする音がリハーサルスタジオでやってる時と小さいライブハウスでやってる時とバカでかいライブハウスでやってる時とかでいつでも同じになるんですこれからは。 これに音をまとめて、しかもその音って、あんまり空気を通らずに、ラインで出てきてる音をこれ、ぶち込むことができるので、まずあの乾いた音なんですよね。で、それでいつもバランス取れるんで、リハースターと本番とでいつもモニタリング環境が一緒なんですよ。はい、これ数字で設定して、それを保存したりできるんで、めっちゃ良くないですか。ということで、そのモニタリング環境が向上しまくるので、必然的に演奏のクオリティも絶対上がると思うんです。 そして、それ、いいことって僕らだけじゃなくてえ、お店の PA さんとかにとってもいいかなと思ってまして、なので、えー、リスナーの皆さん、僕のライブを見に来てくれる、えー、フロアにいらっしゃる皆さんにとってもいいことがめっちゃありましし、なんせ音が多分もっと良くなると思います。なんでかっていうと、サウンドチェックに使える時間が増えるんですよねあの。中音、モニタリング環境はいつもでも一緒なんで、そこのことを考える時間が多分僕ら今後めっちゃ減ります。うん。 なので本番想定で演奏してみて、えー、外のスピーカーから出る音のバランスを PA さんも僕らステージ上にいる人間に向かって出す音がなくなるのでその音を用意したり上げ下げをチューニングとか調整するっていう時間と手間がなくなりますし考え事がきっと減るはずです。 それをすべてを外のメインのスピーカーから鳴ってる音のクオリティ向上に使えると思うんで、はい、僕らも演奏が良くなる演奏のクオリティが多分結構上がると思います安心してできるようになるとし、えー、みなお客さんたち皆さんも、えー、PA さんがもっと実力を発揮していい音を鳴らしてくれると思うのでより僕らが僕がこれを使った上で出すライブの音が良くなると思います すごいと思いませんか僕ねせん当こいつのことを1週間考えすぎてたんであのこの1週間で僕に会ったバンドマンというかミュージシャンの友達には全員この機材の話をしました。まあ、この機材っていうかそういうかいか価値観概念があるんだけど知ってるかっていうふうに聞いたらほとんどの人は知らないって言ってました。 知ってる人も自分で導入して使ってるっていう人はいなかったんで、まあだったらちょっと人柱的にまず僕ちょっと行ってみるかという気持ちでめっちゃくちゃ調べた上でこいつを導入したって感じなんですけど、新しい概念です。はい。で、あの、この、ね、サウンドクラフト UI16 に納得して、えー、ポチって届くって、ここに至るまでにはですね、もちろん他の機材もいろいろ調べまして、あの、こういうステージモニター用のデジタルミキサー、 といいいえばってううののががもういくつかあるんですけど超王道の機械がそれではなくて、まあ、僕は今回こっち行ったんですけど一番の王道の間違いない機械っていう機種っていうのはベリ僕にそのこの気づきを教えてくれた友達のミュージシャンも、えー、ステージ上ではそれを使ってるらしくて X32 っていうのがあってって話をしてくれたんですけどやっぱね調べて。 調べれば調べるほどそのベリンガーの X32 っていうのは、えー、2024年現在の頂点っぽいですそれがあれば、まあ、僕らは僕がやりたいことはもう最強にできるしメンバーが何人になったとしても大体できるなという感じの最強機材なんですなんですけど最強ゆえにでかいんですよ物理的に結構大きくてあと、まあ、値段も高いしその値段出すほど そんなに僕機能を求めてないですっていうぐらい多機能なんですよなんで、まあ、今の僕がライブで使いたい目的からはそれるなとでそれ以上の機材機能が山盛りになりすぎてるし物理的にもでかいし値段も高いんで X32 はちょっと必要ないなと思いましたですがそうなった際同じようなことができてもっと機能が絞られてて物理的にももうちょっと小さくて値段も コンパクトになななっっってていいいいるる機械って絶対あるじゃでですか。なのでいっぱい調べました。<laughs> めっちゃ調べまして、えー、それは下げ削りすぎてて僕がでやりたいことできないっていうのもありましたし大体これだったらできるなっていうなってるけどデザイン的にダサいって僕が思うとかちょっと難しいななんかこれはっていうのとか単純に同じ機能にしてはこれ値段が高いなみたいな。 感じでいろいろこう一丁一短あった中でこのサウンドクラフトの UI16UI16 UI がいろんな部分が超ジャストでしたはいなのでこれを僕は安心して手に入れることができたというところもありますねはいでこれのね1個下のやつは回線数が足りなすぎて、えー、ライブで使うのは難しそうだなとやりたいことが全然できないなという感じでしたで現状は16で間に合うんですけど僕は なんか場合によって今後のライブ変形態の変更とか他のプロジェクトでいろいろ使うとかってなってくるとえ16だとちょっと足りなくて上1個上の24だったら完璧だなというのがもう見えてたんですけど24になると値段も倍に突然倍に跳ね上がるんですね。でえーオーディオインターフェース機能がついたりとかライブレックができたりとかかなりゴージャスな。 ね、機能にジャンプアップするんですけどちょっとね後ろもでかくなったりとか重さも増してちょっと物理的に、えー、ちょっとこれ以上でかくなるの厳しいかなっていうところになっちゃったりしましたしコストパフォーマンスが結構悪くなりますはいアップルでいうと iPad Pro とか MacBook Pro みたいななんか価値観っぽい世界観に突入していく感じが見えたんでちょっと現状はそこまで僕必要ないかなという判断で 真ん中の UI16 に落ち着いたと。そういう感じです。はい。やっと納得した機材を見つけることができまして購入しました。うん。ということで結構喋ったんですけど、あーどうでしょうかね。これ、この僕の熱いしゃべりと、この思いと、この経緯が、どんだけの人に伝わってるのか全く分かんないんですけど、いいです。僕はめちゃくちゃ白熱して、楽しい考察ができた週だ,ってだし、納得の買い物ができたんで、 メカ大好きなんで喋りりましたとりあえずね、はい、なんですけどねこれあの全バンドマンが絶対導入するべきとは、まあ、別に思ってなくてなんかねこれを導入するにあたって意外と条件みたいなのがあってですねまあ僕はなんか自然にそれをクリアしてたんですけどざっくり2つあってあのメンバーみんながイヤモニとミキサーを持っててそれを使ってライブをやってるっていうのが一つうん。 あとはモニターしたい音あのステージ卓に送らずに、えー、この僕らのパラレルで <laughs> ミキサーに送って、えー、聞きたい音を全部パラレルアウトしてライン出力してここにインプットしなきゃいけないんですよね、うん、なのでギターをアンプにぶっ刺してアンプからザーンって鳴らしてるっていうギタリストはそれだけだとこれできないんですよ、うん なんでそのギターの音をギターアンプに送る回線とはまた別でもう一個作り出してそれをここにインプットするとかっていう必要が出てきてそれを全パート全楽器でやんなきゃいけないのでちょっと普通にじゃあバンドプレーンな普通のバンドのフォーメーションの人が突然僕が今日言ったこのスタイルのセルフ中音スタイルですねこれをやろうかっつってこれをいきなりポンって買ってもそんな簡単に導入で実はできないんですよね なんですけど、まあ、今、僕、ウォズニャックのライブですと、えー、ほぼほぼ、それがもう自然にできるような状況になってますんで、まあ、その参入コストが低かったっていうのがありますね。僕もイヤモニで今、音拾ってますし、サポートメンバーも全員、今、イヤモニに移行してもらったし、みんな LINE でギターの音とかアウトするし、僕もオーディオインターフェースも、あの、これね、あの、 プレイオーディオ 1U っていって回線数が12もあるバカデカインターフェースを使ってるんで音はここでからいくらでもパラデルアウトできますしなどなど条件が意外と整ってたのでえ今回は僕は意外とこれをクリアできて上がりました。 ということでですね、今日はもうほぼラジオみたいな感じで、この機材の詳しい紹介ではほとんどできなかったんですけど、こういったものを導入、なんで僕がしたのかっていうのと、これをしたことで今後の僕のステージがどう変わるのかと、というか、そういう、そもそもそういうスタイルが存在しているという、この知識の情報の共有ということも込めて喋ってみました。はい というわけで、僕のソロのウォズニャックのライブから、まずはこれを導入していこうと思っておりまして、えー、ちょうどですね、ちょっと今ライブが空いてた時期だったので、その準備にはちょうどいいなと思って、一気に導入してみたんですけど、5月の5日からですね、ライブが結構ありまして、5月も4本も決まってるし、6、7、8という風に、まだライブも続いていくし、多分ライブが増えていくし、僕いっぱいライブ今やりたいんで、 5月以降のウォズニャックのライブのクオリティがかなり上がると思います。それはなんでかっていうと、さっき話したようなあのモニタリングのシステム環境が変わるので、もっと良くなるんじゃないかなと思っておりますので、ご期待ください。はい、というのと、まあこれも最後になるんですけど、今後の僕のこのウォズニャック欲しい歌 YouTube チャンネルの YouTube ですね、これですね、やっぱあのこういう機材についての動画とか、 コンテンツとかをもうちょっとたくさん作って発信していこうかなって今なんか思ってます。はい、そんななんかめちゃくちゃそれに集中して YouTuber それ専用のガジェット YouTuber として生きていきたいとかっていう意味ではないんですけどなんかね僕こういう今日話したような話とかって。 全然知らなかったんですよね。でも確実に世界のどこかでは存在しててこの機材とかがあるわけじゃないですか。はい、でもこれのこととかそういったスタイルとかを発信している人ってあんまいないんですよね。いるんですけど英語なんですよ。海外でのコンテンツがほとんどで日本語で発信しているコンテンツほぼないんですよね。 うん、なので、なんかそういう知の共有じゃないですけど、そういうことを僕みたいな人間はしても面白いかなって今思ってるんで、してていこうと思っております、はい、僕もこの情報を探すときに、めっちゃ苦労したんですよね、1週間。だって、もうまず情報がないし、日本語で扱ってるのはね、2つしか僕見つけることができなかったです。しかもこれ16じゃなくて24かな。それを導入したんだっていうバンドマン。 それは人たちはモニター用とかじゃなくてメインミキサーとしてスタジオ練習の時にこれを使うんですって言ってえ動画2本前編,後前編後編に分けてアップしてましたあとはちょっと人からこれを借りてえちょっと使ってみますっていう人の動画も前編後編あったんですけどそれしか日本語の動画なかったんでまずこいつの情報が少ない。 うん、あとそれを使ってステージ用中音モニター用ミキサーとして使うみたいなそういう動画も全くなかったんで。 こういう僕みたいな悩んでたりとか考えてる人の,あの知識の共有になったら嬉しいかなみたいな気持ちもあるんで上げていこうかなと思っておりますなので、まあ、今回はこれを導入した経緯とかどういうことなのかっていうことだけ喋ろうと思ってたんで喋りました、はい、これをどういうふうな設定でどういう機材でどういう配線で使ってみたいなのはえ今後実際のこの動画とか機材の状況とかも撮影してお見せしながら 別で動画を作って、えー、紹介していこうかなと思っておりますので、えー、そういう動画をお待ちの方はぜひ、えー、今後の僕の発信をお待ちください。また動画にします。はい。そんな感じでですね、今回はこのサウンドクラフト UI16 を導入できた喜びと、この導入に至るまでの経緯の説明ということで、 な何分くらい喋ったんですかねめちゃくちゃ喋りましたけど、結局のところ、上がり感を伝えたいだけの Vlog みたいになっちゃいましたけれども、長時間にわたりお付き合いいただきありがとうございました。これからライブのクオリティ爆上げしていくと思いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。で、僕のことをライブにいっぱい誘ってください。イベンターの皆さん、バンドマンの皆さん、ライブハウスの皆さん、お待ちしております。ということで、ではまた次の動画や配信でお会いしましょう。星歌でした。バイバイ、ありがとうございました。